どうも赤星赤崎せよ赤星よしよしです。ちょっと待って赤星もしゃし TV 赤星 TV です、はい。山屋本店ということで行ってまいりましたね。なんか喋ってそうですよ。僕ら喋ってでいいですか。いいですよ。いいですか。はい。ということでね、西千葉駅から徒歩2分ということで、すごい看板これ。そうですね。ニンニク山さんからありますが、千葉大学の学生さんに人気な立地にあるということで、一応言っておきますけども、はい、リロイがですね、うん、ね久々にピンチヒッターということで、ねね、カードで出してきますけど、そうだね。前にも言ってたっていうね。じゃあそんな中でね、全部取ってきてくれてますね。これラーメン、混ぜそば、辛いの、そして限定などがある、券売機で。豊富だね。豊富です。ラーメン台がでかい。でかいですね。大頼んでみたいな。おすすめなのかな。ヤマハと同じですね、ロゴは。ヤマヤ。ああ、確かに。そういうこと。なんで？ヤマヤ。ヤマヤね。ヤマハみたいな。ね、今回リロイさんはですね、ラーメンの中を選択してますね。結構大きいですよ、中といえばね。さあ、着丼こちらです。マジか。はい。これ、中。しかもですよ、マシマシないんですね。野菜、マシ、ニンニクマシ、油マシ、それインド玉というのをマシます。インド玉。さあ、何なんでしょうね。リロイさんだからサービスになるけど。あ、違います、違います。普通にですよ。普通にです。はい。あ、違うの？インド玉ね、カレー味の天かすで、ラーメンと混ぜそばには無料でコールできるアイテムになってるんですね。上にこうドバッとかけてくれるんですよ。左側にこう寄ってますね、これね。唐揚げならぬ。すごいな、これ。そうなんですよ。で、魚粉ですよ。一番上は。すごい。これもカレー粉に見えるわね。確かにね。まあ、ジャンクさで言ったらこれ、ね、最強なんじゃないでしょうか。軽く砂場っすよ、これ。確かに。上で遊べる。遊んでる感じだもんね。一周してた部分。豚もすごい。今回2枚追加されてますんでね。すごいな、これ。こんな食べるんだという、びっくりもありましたわ。そういうことでいただきますということですね。リロイさんだな。あ、もう、ニッコニコです、ね。あ、これニコニコ。楽しそうですね。そうだ。食べるのにね。すげえ。あ、豚から言ってますよ。ね。いやー、これで、お話によるとですね。はい。ほろっとした部分とブリンブリンがある。ほろブリン豚だそうで。ほろブリン。ね。食べがいがあるんじゃないでしょうか。なるほど。ちょっとこの下からの画角なので、手前の豚で、口元が隠れがちですが、麺はですね、左側に書いてある宝華食品特選小麦使用ということで、平打ち細手の麺だそうです。なるほど、ね、この時点で全部だそうですだもんな。そうですね、伝達されてる情報で、はい、いただいたもの。本人がいないんだから相当な量が乗るややくて野菜。これでもチーズも絡んでますんで、最初からおっとちょっとあっつってなっちゃう。湯気がね。そうなんですよ、保温されてるね、ちゃんとね。なんかちょっと保温されて、で中心部分がずっと熱いまま食べてますよということで、ひっぷりがいいね。いやいいっすねこれはね。全体的にね、くた野菜とつるつる麺で、なるほど、咀嚼がお留守だぜというバランスがいいね。魚粉ですが、まあ序盤にね大量にふんだんに触れてるんで魚パンチ効いてますよ、ね。で豚と混じってこう魚介の風味がこう麺引いた時にね、楽しめるのがいいと言ってましたね。なるほどね、あ、そしておっとね、これね、実はここでスープを、スープの映像がちょっとないんですけども、ね、まあ、絡めてんのかな。そう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 、やや乳化した甘さが目立つスープだそうですね。で先ほど言いましたが、まだまだ湯気が出てるんで、いやすごいよ、ずーっと熱いそうですよ。温泉すすってんじゃないですか。効能が良さそう。じゃあダメだよ、じゃあ、ということでもうね、汗がもうすげえ。ただこれ熱さだけでなく、これ大量のニンニクの効果だという噂もあります。これはなるほどね、代謝がどんどん良くなって、ただこれなぜか、やめろやめろ、なぜか腹筋を取ったという、ここでもう拭きたくなっちゃったのかな。危ない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 危なかったということでね、まあスープ甘めなんで強烈ニンニクはね、刺激広がって、いくんでね、ちょっとこの量なんでマシはちょっとクロート向けだぞと。そうな、言いたいところです、ね、中でこれ出してな。そうなんですよ、でリロイ今回生卵買ってるんで、こういった自分で作ってます。あ、いいね。別だとね、まずは麺をねこう浸して、食べていくね、これね。ここまでニンニク魚粉でねこうパンチ加えてたじゃないですか、最後に逆にマイルドになるという、引き算ができるんですね。なるほど、味の引き算ができる、ね、ウーロン茶も買ってるんで、どんどんゼロに戻っていくという、ね、いや戻りはしないと思うけど、どんどんもう戻っていく。水もゴクッと飲んで、あってやば完食ということだったそうです、ね、らしいな。ワイルドな食べ方をしますね。でマシマシレベルは 89.3、 高いですよこれ。リロイさんの数字ですか。あ、これは
は僕の利用意95ぐらいいってんじゃない利用意的にはわかんないけど、僕のねこの料金でいっちゃいましたけども、うん、多分こんぐらいですね。なるほど、ね、はい、山屋さん本当はここ僕が狙ってたんだけど。あ、そうなんだ。そう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 、狙ってたって女性みたいにいや違う違う俺がやったんよってリラが取っちゃったみたいな、でもよく行くらしいんでねここね。あ、そうなんだ、常連だったの、ね、そう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 、だからあの前、まあ、ちょろっと聞いた話だと、はい、山屋の店員さんがなんかマシマシ TV をご覧いただいてたらしくて、で、はい、マシマシ TV 来るって、終わったってなってたらしいんだけど、そこへリロイが来て、赤星さんってことでなんだかったかなみたいな、リロイさんが赤星マシマシ TV ですねそうですね、そうです、あれ、あ、見るよりちょっと違うんですねYouTube とやっぱ違うんですね違いすぎる違いすぎるけども、まあでもこれでね上がったのは間違いないって、間違いないということでね、一応ここで、リロイの分をアフレコさせていただいたということで山屋さんね、まああと個情報だとね、個情報、やっぱ山屋さんって山屋だけで調べるとね、明太子が出てきてしまうんで、お調べする際はラーメン山屋と打つと一発で情報出てくるんで、なるほど、裏技ですこれ、山屋裏技、裏技、裏技です、関西にね山屋っていう酒屋さんありますか。あ、酒屋もあるね、はいはい、知ってるんですか。全国か、あの渋谷に1個だけあるのかも。 あるな、あるあるでしょ、あるね、あのそう、あれ、あちらなんだっけ、井の頭の方ね、井の頭の方、ね、山屋はいろんなことがあるんですね。ラーメンってやっぱ入れていただいて、ラーメンじゃない、酒屋も出てきちゃう、明太子も出てきちゃうね、全体的にあの種類が多いね、山屋、あの酒屋もあの種類が多いし、明太子も山屋の特徴といえば、特徴といえば山屋あるある、そうそうそう、全部うまい、あ、おー、全部うまい、確かにね、おーって言われるあれなんです全部食事の、ね、お店ですけども、まあといったところでね、山屋さん僕もあのそのうち行くのでね、行けるようになってね、そうですね、まだ肩慣らし中ですもんね。あ、そう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 、まだ肩慣らし中なんで、これはちょっとねなかなかの確かに、そのうちのそのうちがすっげえ期間かもしれない。これ食えるんだったら本当にもうね、もう全部食えるよ、全部食えるか、うん、そうだね、いやーちょっと食べてないのに、インパクトが伝わってきたという山屋さんで、ございましたけども、次は私どこに行くんでしょうかね、あなたの街に、あなたの街に、ね、行くかもしれない、いきなり登場しますね、よろしくお願いします、投稿チェックして、投稿チェックしたら投稿なるもんなんだ見かけたらあそこ行くんですねって言ってください、というわけで、はい、ごったんです、僕は食べてないけど、